チストトームメーカーになります。これね、あのメッキのが邪魔ですけども、ここなんか硬くなってて、ここを使って針を曲げるためですね。チストトームっていうのは白内障の時、まあ、いわゆるこう CCC をする時です。針である先生と、まあ、接種である先生といるんですけど、針である先生がその針先をちょっと曲げる、まあ、ちょっと曲げたいちょっと曲げたいというふうにするんですよ。そのために、まあ、ある程度こう長さが分かって安定して作れるっていうのがこのチストトームメーカーのメリットになります。